犬犬で遊ぼう。シャパーン。ということで今日はこちらのポグス、日本では犬犬というタイトルですが、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。はい。不思議な犬のような生物を動かして遊ぶゲームになっているようなんですが、ゆとり犬はあまりよく分かっておりません。犬じゃないの？どうなんだろうね。ということで今日はこちらのゲームをバーチャルウサギさんと一緒に遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあやってみよう。うん、始まった。あ、来た。バグってるけど名前が。あ、右上のねプレイヤー名はバグってるけど俺が犬犬か。そう、青い首輪がウサギ、赤い首輪が犬です。どっちの犬かわからないけど、なんかこの犬の頭が2つついてる不思議な生き物を操作して進んでくアクションゲームらしいんだけど、うん、全然わからないんですよね。ウサギさんちょっとだけ触ったんでしょ？あ、そう、ウサギちょっとだけ遊んだ。お互いでこう協力して、ウサギは赤の、うん、違う、ウサギは青の、うんうん、なんか始まっちゃった、なんか始まっちゃった、説明してらんない。サクサクいきましょう。で、犬は赤い方を操作して進んでいくんだよね。あ、なんか扉が急にこの展開みたいなところが始まったけど、突然ね、何をしたいのか、この犬犬は。ウサギが青か。こちゃん。ちゃんと歩けてる？歩いてる歩いてる。なんかね、この虫さんがヒントくれるみたいだ。あ、じゃあこれについていけばいいんだ。そうそうそう。こっちこっち。行こう。おお。あ、かわいいね。タワーだ。あ、こっから？こっから出てきた。あ、落ちちゃう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 。大丈夫。あ、ちょうど着地する？する。でーん。クッションの上にちゃんと着地したから。かわいい。よし、行くぞ。行くじゃん。で、ここに扉があるけど、LR で。え？あ、掴んだ？あ、掴んだ、掴んだ。あ、なるほど。スイッチを押して。進む。あ、また虫いるよ。あ、ウサギちかみたい。じゃああれ取って、これ。虫、虫？あ、これ？これ？これ LR 両方押すの？いや、片っぽでいいよ。なんで俺の方が詳しいの？じゃあウサギ一人でやったからさ。一人でも俺はやるんじゃないの？どうかなと思って。操作方法。あっち行くって。取れない、取れない。取れない。一人だけを、あ、あー、こういうこと。壊れた。じゃあ掴んで。はい。よし。オッケー。これを、この瓦礫邪魔だな。オッケーオッケー、引っ張って引っ張って。よいしょよいしょ。はい。置いて。ここに置く。口が開いた。あ、口が開いた。でちょっと気になってんだけどさ。あ、そうそうそう。あれでしょ？この上、こっちこっち。骨があったやつ。そうそうそう。やっぱ犬はね。あー、ごめん。操作むずいな。あ、いけ。やったー。やったー。骨だ。ボーンゲット。4個あるってことかな。かな。じゃ行ってみますか、先。ちゃん。あ、落ちる、落ちる。ちょっと。ちょっと。落ちることあるのかな。落ちるかな。やっぱ犬だもん。落ちたらどうなるんだろう。死でしょ、それは。死って概念あるのかな。あるでしょ、やっぱ、うん、犬だもん。犬って死ぬの？死ぬよ。もう開いた。あ、近づけば光る。あ、通ったら光るのか。あ、なんか食べ物みたいのいっぱいあるよ。あ、ほんとだ、コーンだ。食べかけだ。これ食べれるのかな。あ、これあ、しょぼんとしてるけど。あ、それこれじゃない。これ他のは食べれないでしょ。他の食べれないね。
これを押して、あ、はまった骨が出てきたよ。あ、こっから行くんだ。はい、じゃあウサギこっちを、はい、あー、よしよし、サクサクだね。まあ最初だからね。まあチュートリアルみたいな感じかな。何の説明もないもん今んとこ。あー、そこになんかいるよ、ぶら下がってる人が。左上に虫さんいる。あ、ほっとた。これはこのつかみ、つかみボタンをこう押すと吠えるんだよね。あ、そうそう、犬犬が吠える。なんか掴むのがないときは吠える。あ、こっち掴んだ。掴むのあるときはこうやって掴む。じゃあ、行け、ウサギ、ウサギ犬。あ、待って待って待って、あー、ギリギリした、ギリギリ。よし、いいよ。あ、よし。で、右手、こうだ。よし。オッケーオッケー。ちょっと待って、掴むからね。オッケー。よーし、来たぞ。あ、なんかいろいろ出てくるわ、ボタンを押すと。あ、なんかね、なになになに、 Z？ 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 うわー、うわー、あ、伸びるんだ、Z って。あ、これじゃない、ボタンが押せるんだ。これ、これ、あー、ちょっと伸びて。よし、出た出た出た。あ、なんか落ちた。これ、で、またこれを運んで、あ、口が開いて。あ、順調だね。すごい。あの、昔、塊魂を作った高橋啓太さんっていう人が、のびのびボーイっていうゲームを作ってたんですけど、あ、へー、それかなりリスペクトしてるらしくて。あ、そうなんだ。のびのびボーイと、あとマリオ 3D ワールド、マリオ 3D ランドっていう作品をかなり意識してるみたいです。あ、この作ってる方たちが。へえ、なんで詳しいの。ネットに書いてあったから。あ、調査したの。そう、調査してます。あと昔、もともと知ってて、昔あの京都でやってたビットサミットっていう、こういうインディーゲーのお祭りみたいのを日本で毎年やってたんだけど、そこに犬が遊びに行った時にもちょうどこれが出展してて、なんか開発者の人いて、ちょうど俺そののびのびボーイっていうゲームの T シャツ着てて、あ、すごい、 I love のびのびボーイって言ったら、イエーって言われた。よく聞いちゃいたね。分かっちゃうんですよね、こういうのね。この、泣いてる、 なんかね、ボタンを押すと泣いたり、泣くんだよね、笑ったりするんで。 A とか B とか、 これが謎だけど、この、まあ、謎の生き物は誰だって。オンラインプレイ対応だから、こうやってお話ししながら遊ぶのが一番いいんだろうけど、話せない相手とはね、うん、こういう表示マークで、チャット的なことなんだろうね。あ、ボタンの操作が違ってる。よし、できた。来たぞー。あ、じゃあまだ鉄壁じゃないやん。掴める？掴めないね。掴めない。で、こう伸びて、こういう。おお、あ、いいねいいね。あ、いいねいいね。上の虫が遊んでるけど。上手だね、あの虫。上手だね。あ、順調だ。運んで。サクサクレーダー。いいね。よし。まだでもちょっとあるっぽいね。まだあるね。あ、風が吹いてね。うさぎさん先掴んで。わー、待って。オッケー。あれ、待って待って。掴んでないでしょ。これ協力 していかないと。よし、行け。今だ。伸びて。掴んだ。あー、ちょっと待って、風が。よしよし。伸ばして伸ばして。伸びすぎだな。あー、待って待って待って。掴んで。じゃない、掴んで。こっちじゃない。絡んでる絡んでる。
ちょっと。もう行っちゃえ、そっち。行け、早く行け。待ってよ、もう無理だ、ちょっと待って。もううちのチャンネル、こういうグダグダプレイ一番適当みなしてるんで。あ、オッケーオッケーオッケー。行くよ。行った行った。ほっ、はい、掴んだ。あー、長い長い。よし、行け。よし、行け。落ちちゃえばいいのかな。よし、やった。これは何、これ関係ない、飛んでけ。よし、でまたスイッチを倒して、オッケー。これでチュートリアル終わりかな。入った。あ、うねうねしてる。あ、なんか、お、頂上来た？で、元に戻ってきたんじゃないの？あ、本当だ。あ、なんか足場が、あ、みんな登ってきた。一箇所に揃った。これでいろんなステージに行けるようになったってことなのかな。から来るんだ、犬は。出てくる。あ、来た。かわいいね。なるほど。さっきバネのこの足場はいろんなステージへの入り口だったんだ。各この蛇みたいのに入るとそのステージに行くんだ。あ、なんか食べ物ステージとかなのかな。どこ行くこれ、ここ最初、食べ物からにしてみる。食べ物がいいな。よし。よし、行ってみよう。じゃあ、怖い。怖い。怖いんだけど、これ食べられるの。